今回は完璧なプロフィールの出来上がりというタイトルでですね、はい、Facebook はですね、しっかりしたプロフィールを作成することが基本となります、はい、誰からでも信頼されるプロフィールページをね、作りましょう。今日はまず完璧なプロフィール作りからやっていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい、実際私 Facebook を利用しているんですけれども、はい、プロフィールの方がどうか見ていただきたいんですけども、はいはい、こちらがプロフィールの情報になりますね、はい、まあ、一番大事なところはやっぱりこの Facebook ということなので、この顔の部分ですね、はいはい、顔写真、この写真の持っている情報量っていうのはすごいので、はい、ここから人間っていくつも情報を得るわけですよね、はい、まあ、ブランディングってわけじゃないですけど、はい、自分が何で覚えられたいのかというところをここにうまく表現できてるといいですよね、はい、大事なところはやっぱりここでしょうね。基本情報のところの自己紹介、はい、自分がどんな人間で、どういう人と仲良くなりたいのかというところですね、はい、ここはなんか開いちゃってるのって、なんか入力した時はまっすぐそのまま入れたつもりだったんですけど、あ、そうです、はい、Facebook はもともと英語っていうこともあって日本語にまあ完全に対応しきれてないっていうところも多少ありまして、はい、これね、改行をあんまり使わなくていいです。そうするとこう結局見るパソコンによって見え方が全然違ってくるので、はい、パッと見た瞬間に見づらいなって印象を与えてしまうと見てもらえなくなっちゃいますので、はいはい、これはちょっと早く直したわけですね、はいはい、他の人からどう見えているかっていうのをね、ちょっと確認してみましょう、はい、このアカウントを押しまして、はい、プライバシー設定のところのここですね、設定を見るっていうところを押しますと、はい、この右の方にプロフィールプレビューっていうのがあるんですね、はい、ここに特定のユーザーに表示される内容を見るということなんですけど、はい、お友達の名前を入れるとその友達からどう見えているかっていうのが見えるんですね。Facebook はですね、いろんな人とつながるのが醍醐味ですね、はいはい、ということで、まあ、今回の、まあ、古谷さんのようにですね、プロフィールがですね、自分を表現するページになりますので、はい、さっきも言いましたけど、こう見てもらって分かりづらいともう閉じてしまうっていうのがインターネットの世界なので、こう分かりやすいページを作るということでですね、はい、やっていければと思います、はい、はい。